会心のショットを何本一試合の中に出せるか分かりませんが、ブログにも書いたように皆さんの記憶に目に留めていただけるように多くの人に会場に足を運んでいただいて、皆さんと時間を共有できたらと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。伊達公子選手でございました。では伊達さん。